9月16日、東京都新宿区にて一般社団法人インパーテーションエンジェルハウスの開所式礼拝が行われました。代表は大和カルバリーチャペルの大川嗣道牧師。大川牧師は神奈川県大和市で牧会し、2015年から東京カルバリーチャペルを開拓しています。そして今回、一般社団法人インパーテーションミニストリーを開始しました。ローマ人への手紙1章11節にパウロが、私は与えられた恵みを分かち合いたい、そちらにお届けしたいという、そういう気持ちが書かれている場所があります。それを名詞化したもの、すなわちインパーテーション、私たちは与えられたものをお分かちするということ抜きには福音は伝わらない。すなわち世界中の人たちが歩いている姿を見てすごい感動したの。感動しているうちにね、泣けてきたんだよ。この人たちに福音は伝わっているのかと、この人たちは福音を聞いたことがあるのか、そういう思いがしてね、飼うもののない羊のように弱り果てている姿を見て、イエス様と同じように心がね、痛み、そして燃えました。東京都の調べでは、外国人居住者が都全体で46万人を超え、中でも新宿区は最も多い4万人以上とされています。インパーテーションミニストリーは、外国人の子どもたちを学童として預かり、日本語と日本の文化を教えます。共に礼拝し賛美をしますが、私たちが受けた神様の親切、愛を彼らにも同じようにしたいと大川牧師は語ります。今回開所するエンジェルハウスは、ある実業家が古民家に共同出資をするということで与えられました。2019年5月から改修工事が始まり、工事費用は大川牧師夫妻による出資と教会のボランティアによって支えられました。親切と愛を分け与えるというビジョンに感動した70名を超えるボランティアがこの働きに参与しました。ここの街道の真ん中にはイエス様の福音という素晴らしい宝物がすでにある。この包装紙がキラキラしているような、そのようなものであれば、開けた時に物が良ければより嬉しいんじゃないかと思いまして、まるでクリスマスの包み紙のような素敵な、そういう外観、あと中身の色使いにしました。私も大川先生も77歳、同じ77歳で新しいビジョンを持って向かっていこうとする意気込みに感動しましたし、励まされましたし、1回や2回行っただけではこれは終わってはいけないと、そういうふうな思いが与えられて、出来上がる最後まで付き合っていただこうということでございます。夏休み前に学校終わりにペンキ塗りとかお手伝いに来てたんですけど、久しぶりに開所式でこの建物に来てみて、すごい綺麗になってて、これからどんどんこの建物が用いられていくんだな、子どもであふれるんだなって思ったら、すごく嬉しくなりました。今、宣教地では絶対に聖書の話を聞くチャンスのない人々がたくさん来日しています。イエス様が私たちを愛されたように、一人でも多く外国人の子どもたちに愛をインパート、分け与えられるよう祈りましょう。